海列島は台湾漁民の伝統的漁場であるほか、薬剤師が漢方薬を採取し、漁船が台風の時に一時避難したりする拠点でもありました。歴史上、釣魚台列島は中国人が一番先に発見し命名使用していたことが分かります。釣魚台の最古の文献は1403年の航海案内所順風曹操でした。1562年の中海図編には明の時代の要塞だったと記されています。また鄭春光日本一巻には釣魚所は小島の小島であるという記述があります。小島とは明朝時代の台湾の別名、つまり釣魚台は台湾に付属する小島だったのです。1683年、時代が清朝に変わった時、台湾を清の版図に組み入れました。当然のことながら釣魚台列島も清朝の版図に組み入れられたのです。琉球諸島との間には沖縄トラフがあり、歴史的に清と琉球の自然の海の境界線となっていました。清朝時代の記録によると、国水港と呼ばれた場所が2つあり、1つ目の国水港は台湾海峡でアモイとボウコの間です。2つ目の国水港は臨海の東、台湾の石尾諸と沖縄の久米島の間で、今日の沖縄トラフにあたります。清の支流記録には臨海の東の国水港が中外の海と明確に記載されています。つまり中国と琉球の国境だったのです。清朝の作法師周敦が1756年に書いた琉球国史略の中で、琉球について、周りはすべて海、海面は西に国水港と闽南の海域の境を隔てていると述べています。また前任の作法師が記載した公の義を等に中外の海なりの句を受け継いでいます。釣魚台列島における各島嶼はいずれも中国と琉球の間の国水港の西にあり、中華民国に属する海域の島嶼です。1808年に琉球に作法師として派遣された蔡琴は、自身の私文集東英百英に航海八英という詩を書いています。その中の一首である国公用には、大海は中外なく混然と一つの公を書くと書かれています。蔡琴とともに副詩として派遣された非師匠も詩集一品集で国公用という詩を読み、その詩名の上に中外分海挙という注釈を加えていました。清の時代の最高楽府である国史館で教鞭を取っていた韓聡が、清朝乾隆年代に出版した琉球留学見聞録の中で、国水港は中外海水であると明記しています。今天的冲绳县立博物馆有一幅列为指定文化财的珍贵画轴，叫做《奉使琉球图》，是由清代的朱鹤年所画，是描写册封使周璜在1756年出使琉球的情景。画轴里面总共有20个景，其中一个叫做午夜过沟，里面就将中柳之间的黑水沟以界限的方式画出，别具意义。1871年に出版された十三福建通史には釣魚台が明記されており、カバラン町の管轄となっています。カバラン町は1875年に宜蘭県に改められました。約200年前、日本の歴史文献である三国通乱図説には、中国の領土が赤と黄色で描かれ、琉球が茶色で描かれていました。地図上の釣魚台列島は、当時の福建、広東、並びに法華書、貨幣書と同じ赤で描かれ、一方で琉球の36島は茶色で描かれています。このように、江戸時代の日本の歴史文献からも、釣魚台列島がそもそも我が国の領土であることが説明できます。このほか、
1722年にフランスから来た宣教師のアントワーヌ・ゴービルは、中国から琉球に派遣された作法師徐宝光の駐山電信録や、北京駐在の琉球使節の談話をもとにした回顧録を1758年にイエズス会伝教師書簡集で発表しました。地図には調御書、交尾書、石尾書の闽南語のフランス語訳がそれぞれ記載されています。我が国の釣魚隊列島がどうして日本人から尖閣諸島と呼ばれるようになったのでしょうか。それは1843年イギリスの艦長が北小島を見てピーナクルと命名し、1900年に黒岩久志という人物が尖閣列島と翻訳したのが現在まで使われています。日本は文字表記において尖閣列島が釣魚隊列島であることを意図的に隠そうとしています。